ありがとう。うん、いろいろ音楽的な、ね、工夫も自分でできてるみたいだし、とても楽しく、ね、この曲を弾けてるような気がします。初めてこの曲弾くの。前にも弾いたことありますか？今回初めて。一番最初に出てくるこの、ね、リズム、やったたんぱぱぱん、これと、あとその下のゲーセンの部分と、まあ、そこが一つのね最初のテーマのようになってて、その後にこうバリエーションのような感じでまた違う部分が出てきて、それからまた最初のテーマに戻って、それからまた違うバリエーションが出てきてっていうような感じで進んでいく。必ず最初のこのテーマに戻ってきて、でまた一番最後にこれで終わるっていうようなね作りになっていて、一番最初のね、その、いやたたんぱぱぱ、この部分ってどんな風に感じてる？何かこう、アイディア、こうイメージとか何かあるかな、自分の。どうかな。なんか結構私的には、なんかこれテーマが狩りなので、なんか馬に乗って狩りをしてるイメージがあって、ここはなんか飼ってるっていうより走ってるイメージがあるんですけど、なんかどうなのかなっていう感じです。ゲーセンの方はどうかな。ゲーセンの方もなんか特に変わったとこは、変わったとこはないイメージだったんですけど。そうだね。まあね、いろいろ自分でもちゃんと調べてるみたいだし、本当にあなたが言うようにこう狩りのね、曲でね。で最初にまあフルートのようにね、音を出す。そしてゲーセンの方はホルンのように音を出すっていう風に書いてあって、じゃあフルートとホルンの音ってどんな風に違う？高さとか。そうだね、高さもそうだね。音の重さみたいな。音の重さ。うん。フルートの方はどんな感じ？どんな音の？軽くて高い。軽くて高くて。ホルンの方は？もうそんな重いとは言えないんですけど、ちょっともうフルートよりはちょっと重くて。音は低いイメージがあります。そうだね、音の軽さ、重さというか深さというか、お腹の底にこう響いてくるようなホルンの音とか、そういうのをねすごくこうイメージして、自分のバイオリンでそれが表現できるように、それをねこう近づけるように少しでもね弾くのはとっても大事なことかなと思います。まずね、最初のフルートの部分をちょっと弾いてみよう。なるべく音色がフルートのような軽い軽やかな感じになるよ。さっきよりとってもいいと思います。最初のね、音のまあ出し方なんだけど、この音だけをちょっと出してみてくれる？そう、割とね、この弦2本をしっかり掴む感じ。
そうそう、そこに響きをプラスして、そう、簡単なようで意外と難しいよね2本、たった2本なんだけど2本を同時に鳴らすって結構難しいことなので、しっかりね、まずは自分の目で見て、ここにちゃんと2本置けてるかどうかをよく見て確認して、それで音を2つ鳴らしてみよう。そう、もうちょっとフルートのような音でいこう。そう、あとはね、音程なんだけど、あのこの曲何調か分かる？最初の部分ね。最初の部分、うん、今のところね。日本語でもいいよ。補聴調。正解。そう。うん。エードは補聴調ね。あのイメージ、いろんな言い方あるけど、補聴調ね。日本語で言うとエードはです。あのじゃあね、ファと。ファードソレっていうところにシャープがついてるでしょ、ね、それらはもちろん少し高めに取るし、ドゥアの場合ほんの気持ち、ね、あの音を高めに取るとちょっと綺麗に聞こえることがあります。で、これが A ドゥアの音階になるよね。で、この第7音、このディスの音ね、あのレのシャープ、この音を気持ち高めに取ると綺麗に聞こえるから、あのちょっとねそれが出てきた時にこの音をちょっと高めに取ろうと思って意識してごらん。最初からどうぞ。そうそう、とてもいいです。もう少しだけね、この2つがね、さっき狩りって言ったよね、うん、あの何で狩りしてる？馬に乗ってる？馬に乗ってるね。馬の足を想像して、じゃあちょっとこう走ってる感じ、馬の足想像するとこう細い足でこうカッタッタッタってこうかけていくでしょ。その感じを右手で表現した。あのこれだと少しなんていうかな、足がうまく上がってない感じがするよね。もうちょっとだけはつらつとした感じ。そう。そう。OK？ そう、だいぶいいです。これを続けていくのが難しい。ね。その後、このダウンの時に少し力を抜いて、もう一回立ち上げて、少しスーッと力をね抜いちゃってごらん。脱力してスー、そうそうそう、とてもいいです。あとはね、音楽的にいくと、同じことが2回あって、その後にこうなるよね。少し小高い山があるような感じ、そこに向かってこう駆け上っていってまた降りてくるような感じかな。もう一回頭からいってごらん。つけて、そうそうそう。あとは音程のね、取り方かな。あの3度の音程がそうだね、ちょっと時々あの音程が広くなっちゃったり狭くなっちゃったりしてるから、あの音程の練習って何か工夫して練習してる？とにかくゆっくり弾くのと、うん、あのここのメロディー同じ音しか出てこないから、うん、その5音6音をうまくつなげて練習してます。うんうん、なるほど。 OK。 例えばね、1本ずつこうやって音を確かめる練習もあの必要だと思うから、ちょっと最初だけやってごらん。
ていう、そう。もうちょっと合わせれた。そう。そうそうそう。開放弦が出てきちゃうと、もうどうにもできない。これに絶対に合わせなくちゃいけなくなっちゃうから、開放弦が出てきた時はもう完璧にこっちに合わせなきゃいけない。で、少し高めに取っちゃうと逆に合わなくなっちゃうことがあるから、この時は A 線の開放弦に合わせて。そう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 。その後の5度。そう。これが意外と難しくてね、5度の取り方、バイオリンにとって5度っていうのが一番嫌な音程で、あの真横にこういうふうにね押さえなくちゃいけないんだけど、それぞれのみんなのね、あの手の形によっても違うんだけれども、あの単純にいつも押さえるようにこう2本押さえて音程が合う人もいれば、こうちょっと横向きにこういうふうにあの指自体をこう横向きにして押さえる人もいるし、あとは弦をね、こうアー線、ここだったらアー線と A 線と押さえてるでしょ、両方ね。この割合、押さえる割合を、そうね、例えば上を 70% ぐらいにして下を 30% ぐらいにするとか、何か自分にとって一番その取りやすい音程の取り方っていうのをちょっとね研究するといいと思います。ね、5度って本当にね取りにくいし、人のそのそれぞれのね指の形とか太さとか厚さとか、あのそういうことによってもね本当に変わってくるのね、取り方がね。うん、 OK。 じゃあね、今度弦線の方行ってみよう。ホルの方、音の長さとかは特に変えないかな。うん、あの気持ちね、そうね、あのこのぐらいのちょっと音の長さをこう増やしてもいいかもしれないね。うん、もう一回ってごらん。音程気をつけて。そうそうそう。指、そう、ここ半音だからなるべく狭く取ろうね。そう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 、これね、あのどっちの弦も同じように動くとは限らないから、弦線の方は全音動かなきゃいけないけど、弦線の方は半音だったりとか、そういうこともねたくさんあるから、そこをちょっとね確認しておくといいかな。じゃあ今度はその後にまた A 線に戻って軽やかにこう、じゃあもう一回 A 線から行って、うん、続けて。終わろうね、なんとなくあの最後までしっかり終わるような感じ。そう、そしたら今度は何調になる？と調調。残念。これ長調かな、ドゥアかな、モールかな、そうだよね、短調だよね、だからトじゃなくて、さっきと同じ短調、そう正解、うん、ホ短調になるんだよねここね、つまり A ドゥアから A モールにね、同じ同主調で言ってるわけね。で、あの全然雰囲気変わるでしょ、ここでモールになるでしょ、結構こう強い感じで鋭い感じで、何かこう激しいものがちょっとね突然こうここで来るような感じ、それを表しているのがこの和音、3和音がいっぱい出てくる。
毎回こう出てくるよね、白のこういう感じでね、頭にね、それをしっかり引いてしっかり決めることがすごく大事になってくる。一回やってみよう。そうとてもいいです。弾くときに、例えば今 A ドゥアで終わりました、終わったよね、なんかこう気持ちよく終わったよね、静かにこうね、しっかり気持ちよく終わったよね。それで次もう顔をガラッと変えて、顔色を変えて、急になんか怒り出したみたいにこうしっかり弾かないと。最初の音を弾くときに必ず置いて、置いてしっかり音を出す。そうしないとなんとなくね、こうまだ笑顔が残ってる感じに聞こえちゃうのね。もう今まで笑顔だったのが急にこうわっと怒り出すような感じが欲しい。じゃあ最後のね、こっから行こうか。さあ怒って、そうそうそう、とってもいい、とってもいい。そこにねビブラートももう少し加えよう。しっかり加えてからこの和音に向かっていく感じ。そう、そうそう、とてもいいです。そしたらね、今度はこの和音を弾くときも毎回しっかり弦をキャッチして、いい、もう逃がさない、もう獲物を逃がさないっていうような感じでこう和音をしっかりキャッチしてね。で進んでる音はどこだろう、もう最後のこう向かってる音はどこだろう。今弾いた中で、うんうん、今のね短い中でいい。今のうん、その後の、そう、ここに向かってる、ここまで向かってるよね。そうしたら次、ここからはまたちょっとちょっと明るくなってモールから一瞬ドゥアになりかけるかなっていうような感じになるよね、うん、じゃあその音に向かって行ってみよう。和音からどうぞ。もう一回行ってみようか。もう少し前のめりな感じで行こう。パパ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 、そう、そう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 。じゃあね、今度はその一瞬ドゥアになりかけたところ、ここのねメロディーラインだけ弾いてごらん。そう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 、ここに、向かっていきたくない、ね、そうだよね、ちょっとこの音強調したいよね。もう少し積極的にいこう。もう一回メロディーだけ、もう一回、そう、一番上のミの音をしっかり出して、そう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 、音長めにしてみたり、ちょっと何かこうね積極的にいけるといいね。じゃあ和音でやってみよう。おお、そしたら次はまたモールに、そうそうそう、うん、OK、 とってもいい表現でした。今またちょっとこうモールになった時は、ただ単にこう音が暗くなって雲行きが怪しくなってきただけじゃなくって、ちょっとなんかこう寂しさとか悲しさとかね、ちょっとそんな感じもここは含まれてるよね。でその後は今度はここからまた始まって、今度一番最後のこの音までしっかりこう進んでいく感じが欲しいから、一回そこで頑張って立ち上げて最後まで一気にいくような感じ。じゃあモールになったとこから行こう。
パパ。もっと前向き。そう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 。ね。あとね、この2つの音、これがね、時々ちょっと転んじゃう感じがするから、2つまとめて弾くって考えないで、2回弾くっていう風に考えた方がいいかもしれない。2回ポンポンって打つような感じ。ちょっとね、メロディーだけでいいからね。こっからメロディーだけ弾いてごらん。パンパンパン。そう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 ね。メロディーだけの練習っていうのもすごく大事だから、それもねやってみてください。そしたら今度またテーマに戻ってね、必ずここに戻ってきます。じゃあその先のここから行こうか。一番最初またここで調整が変わる、うん、この1曲の中でもう何度も何度もね調整が変わってくるんだけど、うん、ここは分かる？ここ、うん、八丁丁、丁丁、これ単調一単そうだね、うん、アーモールだね、イ単調、何にもついてない、シャープもフラットも何にもついてないね、うんうん、で、ここフォルテから入るよね。こういう時もしっかりキャッチしよう。で、その後アクセントが4つ続くよね。全部ここじゃない。この後噛みついたら少しだけ音を、まあ、抜くわけではないんだけれども、そうだな、最初の音に、まあ、じゃあビブラートをかけると思って弾いてみてごらん。右手と左のタイミングを合わせて一瞬噛みつくような感じで、そう、もうちょっとだけ抜いてごらん。そう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 、抜きすぎちゃうとね、今度ねフォルテピアノみたいになっちゃうし、逆に抜かなさすぎるとアクセントの感じが出てこない。その加減がすごく難しいんだけれども、少しだけこう、そうだね、本当に少しだけこう噛みついて、あと力を抜く。そう、でも完全に抜けちゃわないね。しっかり残ってる。そう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 。そう、続けて。いいよ。続けて。続けていいよ。うん、ここにつない。そうそう、これもそうだね。ちょっとこうなっちゃうとね、テヌートみたいに聞こえちゃうから。そう、ビブラートかかる？そう。ここね、真ん中の2本の2、3の指、ここを力抜いてごらん。あんまりこうならないように指が。なるべくバラバラとした感じ。こうならないよ。そう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 。そう。あんまりね、こう指ってね、こう手をねギュッと握ってしまうとものすごく力が入っちゃうから、あんまり指は握らないようにして、この2、3の指をできるだけ力抜いて押さえてるところ、この弦に触っている指先、ここだけにキュッと力を入れて、あとはねそんなには力入れない。特にまあ親指とか、もちろんある程度はね、いるんだけど、でもねギュッと握ってしまうと動かなくなっちゃうし、力入ってビブラートかからなくなっちゃうから、なるべく指押さえてるとこだけにピッと置いて、そう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 、
そのままビブラートかかる。そう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 やってちょっとね練習してごらん。そうそうそうオッケー先行こう。そう一回ゆっくり弾いてごらん。タララそうそう、オッケー。ここまではいいとして、その後ここで2から1、2から1ってこう上がっていくよね。この1の指があんまりね、こう引きずってこないようにしよう。なるべくパッパッと入れ替えるような感じで、なるべく早くいいかな。それからこれを点がついてるよね、ここね、うん、もうちょっとクリアに、うん、引っ掛ける感じで。今ね、肘がね、ここに体にくっついちゃってるから、もう少しバイオリン上げて、この肘がね、自由になるように上に上がってごらん。そうそうそう。このぐらい。そう。このぐらいにした方が、手ってね、上がりやすいの、上に。でね、下に行けば行くほどね、頑張んないと上がらないから、ちょっと上にして、そのまま手がスッと上に上っていくような感じ。もう一回でしょ。上に。そうそう。そうそうそう。アップアップで弾いてるなら、あんまり先まで行かないで。あんまり先まで行かない。そう。そう。続けてごらん。あ、そう、噛みついて。そう。そう、そしたらね、次は、これダウンで終わるのよね。そうね、そしたら次、私はアップ。あ、そうなのね。あ、なるほどね。あの、もしかしたらね、でダウンにしてこれでもこれでもいいかもしれない。アップアップにして、そしたらね下がらないでアーセンで、そう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 、タッタッタッ、そしたらタンタン、パターンもあります、うん、別に下がってもいいんだよ。あのどちらでも構わないんだけど、アーセンで やった方がもしかしたら音程取りやすいかなっていう気がする。 そのまま横に行けばいいだけだから、こうなる、ね、でこう行けばいい、ね、じゃあそこから行きましょう。先そうになるのかな、これね、細かい音でしょ。でその後は8分音符だよね、これね。同じように点がついててもやっぱりこの音の長さっていうのは若干違うのね。8分音符のスタカート、32分音符のスタカートっていう風に少し引き分けてね、気持ちビブラートかけてちょっと持ち上げる感じで、そうそうそう、あんま長すぎてもね、あれだけど少し跳ね上がるかね。そうそうそう、ちょっとねゆっくり弾くと余計難しいよね、こういうのね。そう OK、 じゃあ一回テンポでいこう。そう、そうここもそうだね。じゃなくて少し
大事に弾くような感じ。パンパン、そう。そうそう、そう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 ね。あとはね、これ。あの右手と左とのタイミングも合わなきゃいけないし、あの右手のねこの飛ばし方があんまりね飛ばそうと思わなくていいかもしれない、うん、あのちょっとこう上からポトーンと落とすとこういう風に反動があるでしょ。これを使って、これを使って4つで止めるっていうような感じ。そうそう、で弓もねあんまりいっぱい使わない方がいい。そう、もう少し上から、そう、もうちょっとこう離れたところから、そう、そうそう、そうそうそう、うん、そういう感じで、ここにね、まあ、威厳が入ったりするとさらにね難しくなるんだけれども、そういう感じ。一回やってみようか。左指ここから飛ぶでしょ。これ準備するじゃない、ね、右もね同じように準備しなきゃいけない。 A 線で終わるよね。そこから今度 A 線に行かなくちゃいけない。この右手もしっかり威厳するような感じで、ちゃんとそこの正しい場所に右も左も準備整えてから弾くような感じ、うん、そうそう、その後はもう同じなんだけど、最後のここから行こうか。パンパン、準備してよ。練習したことある、うん、あのまずはね左の音程を確実に取れるようにして、うん、右はスラーで練習したりして、ね、それから今度は飛ばす練習なんだけど、あの途中に威厳があったりするよね、うん、A 線だけならこういう練習すればいいけど、とかとかいろいろあるじゃない。その右手の練習もちょっと開放弦とかでして、テンポでそれをまずやって、それから左指をつけてっていう風に練習しても、バラバラにね右と左と練習してもいいかもしれない、ね、うん、あと最後のこれはあのもちろんダウンで来てもいいし、あるいは最初だけダウンにしてこれをアップにしてもでもいいかもしれない。そういうパターンでもいいかもしれない。あの自分が弾きやすいようにね、あのアップに変えてもいいと思います。で最後はまた最初に戻って綺麗に終わるっていうようなねはい、何か質問はあるかな。大丈夫ですか。大丈夫そうですか。うん、あ、じゃあね、うん、楽しんで練習してください。はい、はい、どうもありがとう。